ちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話も入れながら大相撲の世界を出すまっチャンネルです。私が元幕下力士松本幸です。アシスタントの岩武蔵です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリお答えしています。はい、本日の質問は40代の男性からです。はい、実はかなり以前にいただきましてね、まだ白鵬の引退も発表されてませんし、はい、照ノ富士も横綱になる前になんですけど、夏前ぐらいですね。はい、白鵬と世代交代する力士は今の幕内で誰がいるでしょうか。なかなか思い当たる力士が出てきません。個人的には若隆景が千代の富士のように化けてほしいと思っています。松武蔵さんは誰か思い当たる力士はいますかということなんですね。この一場所二場所でね、いろいろとこう状況がね、変わりましたね。変わってきてますし、はい、若手もね、次から次に仮にしのぎを削って、三役目指して上位に指名てるんでね、誰が飛び抜けてくるかっていうね、一番面白いところじゃないでしょうかね。そうですね。はい、まだ正直ね、ちょっとどんぐりの背比べ的なところも。9勝6敗、10勝5敗で上がってもね、次は7勝か6勝、1個負けがかさばると、落ちる可能性があるんでね、そこはもうやっぱりこうしのぎ合いと言いますか、それとまあ大関がねちょっと今2人とも調子が悪いので、まあその大関も含めてこれから先ね、誰がさて大関になり、そうですね、まあ明生なんかね7勝7敗で勝ち越しを決めたんですけども、でも7勝7敗で勝ち越したということはね、まだ自信にもなるだろうし、落ちないですよ。まあ8勝九州じゃなかなかね、大関っていう声はかかんないでしょうけども、でもやっぱり三役で勝ち越すっていうことは非常に難しいですからね。そうですね、幕内の中位から上ぐらいでポンって上がる場合もありますしね、でも三役にいる以上は絶対上位と全員と当たるんでね、はっきりと勝敗に出てくるという。そうですね、はい、でも考えてみますとね、飛び抜けてもこれから先大関間違いなし、横綱間違いなしっていうような人はなかなか見当たらないですね。そうですね、1年前ぐらいから、こういう話した時に、霧馬山なんかなかなか面白い相撲を取るんでね、体も丸くなってきたら面白い力士になるんじゃないでしょうかという話をしたんですけども、秋場所を見るとまた一つね強くなったような気がしました。一つ脱皮したっていう感じ、ね、押されて動き回ってしのいでる相撲ばっかりじゃなくて、力強い攻める相撲が何番か出てきてたんでね、あ、また一つこう強くなったんじゃないかなというような気がしました。あと若隆景とか明生なんかはもうあの辺にいて当たり前と言いますか、まあ安定してます。ただね、松本さん実は何年か前には、これはもう大関に上がるだろうって思ってた力士がいるんですよね。あ、友風。そうですね、はい、体格とか、相撲とかを見てたら、下からとにかく十両に上がった頃ですよ、その時も何人も新十両とかも出てくるんですけども、三役はいける力士はいても大関狙えるのは友風かなという話をね、そうですね、したことがあるんです、まあそれはね、やっぱりこう体格と受ける相撲を持ってるかなと思ったんでね、まあその後ね、ご存知のように大怪我をしてこう序二段まで落ちて、まあなんとかね、今度来場所は幕下までは戻ってきそうなんですけど、そうですね、なかなかまあ厳しい、テレビの中の周りの方の話を聞くと、土俵に上がるのが奇跡みたいな話をしてるんで、大怪我でしたからね、でもよく取ってますよ、頑張ってますよね、でもね、その時にちょっと話してた時に、まあその友風は大関になるような力士だということを当時ね、まだ怪我をする前ですよ、それでそれに比べてね、昔の例で出すと、例えば琴錦とか、あの辺りはね強いんだけども、ちょっと大関になるタイプじゃないんだっていうことをね、ああ、なんかそういう話もしたことありますね。琴錦なんかは優勝2回とかして、ね、実力者で、巻き越しこともあるんですけども、10番は勝てる力を持ってますよ、幕内では。でもこう、なんて言いますかね、やっぱりこうタイプ的に、どこが違うんですか。私が見る限りではその琴錦なんかはちょっとこう、攻めて攻めて攻めて勝てる相撲を取る力士だったんですけどね、うまい相撲を、どっちかというとこう受けても負けない相撲を取れる力士が大関になれると思うんですよ。受けても負けない相撲というのは体力がいりますよ。だからね、今まで言うと若隆景なんかね、
まだちょっと押されたら軽いですよ、うん、あまだ体格的に、うん、今場所も何番か押されきっちゃったというような相撲もね、うん、あったんですけども、うん、そこでね土俵で残るな残れると思うんですけど、うん、残るんじゃなくてね、うん、受けれる相撲をボンって、うん、受けてでもこう自分の相撲を取れる力士が大関になり、うん、そこでまた力をつけたら横綱に上がっていくと思うんですよ、うん、照ノ富士なんかはもう、もともと大きな力士なんでね、はい、そういう力を持ってる力士で、やつる前に大関にもすぐ上がったんですけども、うん、今回ももう、横綱に上がる前なんかは、こう、攻める相撲はもちろんなんですけども、うん、受けてから強いですよね。照ノ富士的にこう上から抱え込んでも、うん、うわーって決めてでも、前に出るというね。うんそういうふうな話聞きますとねやっぱり体の大きな人の方が有利かとなりますけども、うん、この質問にいただいたようにね、うんまあ、若隆景が千代の富士のように、まあ、千代の富士もそうです、ねまあね、もう小さな大横綱なんて言われましたよね人並み外れた筋力とバネでしょうね、うんうん、はああいう体の力士今は出てこないような気がしますけどね、うんはい、そうなるとなかなか大関横綱間違いなしと今言える人はちょっと今難しそうですね、まあ、まだまだこう体というのはどんどん丸みを帯びて体が出来上がっていった時に、うん、三役大関横綱と上がっていくでしょうけども、うん、先ほど言った若隆景なんかも、うん、もっとこう体のね、うん、丸みを帯びて相撲を取れるようになったらね、うん、あんだけ技がね、うん多彩と言いますか、相撲が上手い力士なんでね、うん、もっと体力を使えるようになったら、うん、大関にはなれると思います。うん、はい、はい、ということで、まあ、なかなかね難しい話になるかと思いますけど、ねはい、皆さんもいろいろ予想して、また楽しみにしていただけたらなと思います、はいまあ。チャンネルでは皆さんからの質問をお待ちしております。ぜひお寄せください。本日もありがとうございました。また、さよなら。